的名字，僕の名前は劉翔。あくらでもいいよ。誕生日は、俺の誕生日は9000、いや9000じゃなくて、あ、1999。怎么说？1999。然后就是12月18号。ちょっと忘れた。我喜欢东京，因为我印象中东京还蛮有意思的啊、然后想去一趟秋叶原，就是东京里面有很多好地方嘛，然后啊、我主要就想去一趟秋叶原吧，然后想回到自己以前那个住过的城市里面再去看一看。最喜欢的日本美食是拉面啊，好难说，很难说，拉面、寿司、刺身。もういい。刺身も大好き俺。最近俺ちょっとダイエットしているから、刺身は別に太くないし、そしてうまいし、だから毎日めっちゃ食べている。我在日本的时候，我喜欢打乒乓球。我是学院のエースですよ俺。結構強いよ俺。我想对在日本的一群粉丝说，生活要加油。我们可能生活中会遇到很多不好的事情，でも頑張ってください。